J さん、こんにちは。いや、さすがですね。私の YouTube チャンネルレビューをね、早速見て、で、学ぶところがあった、気づくところがあったというふうな動画を作って返信するのが素晴らしいです。要するにね、動画をたくさん作ろうという意識になると、返信をなるべく動画でできないかなっていうふうになるんですよ。で、しまいにはね、その返信内容の中で、他の人に語りかけていって、あ、こんなやり取りしてるんだ、あ、なるほどねって、速稼塾ではこういうコンサルがあるんだっていうふうに見せていくっていうのが非常に大事だと思うんですよ。そうするとね、あ、確かに学ぶことと学ばないことって全然違うんだなと。サラリーマン YouTuber J さんは学びながらやってるなってことで、 J さんの信頼にもなりますしね。で、私はなるべくこれを公にすることによって、どのレベルでコンサルをしているのかとかね、どのぐらいの頻度でやってるのか、めんどくさがりであんまりやらないのか、こういうことをね、公開で評価していただくって形になります。まあ、私の働きがね、まだまだ足りないのかもしれませんけども、やっぱり J さんが結果が出るってことは、私の責任が半分ありますからね。もう後押しに本当にこう、なんていうんですかね、惜しみなくやっていかないといけないかなと。出し惜しむノウハウは全くないですから、これからもまずは量産ってこともありますし、トレンド系動画もありますしね。それから誹謗中傷ってのは、やっぱりありがたい一アクセスなんですよね。で、誹謗中傷に、まあ、全然気にしてないっていうのが本当のところで、 J さんも多分ね、忙しくって気にしてる暇がないですよね。結構ね、わかんないですけど、暇だと一つのコメントにものすごく考えて、次やるのがどうしようかってなっちゃうんですけども、とりあえずね、ブワーって出していくと、しまいにはコメント読む暇さえ惜しくって、もうね、動画作成入っちゃうみたいなこともあると思うんですよ。ですから、全てをね、プラスに考えていかないといけないですし、結局私たちは、まあ、いわゆるね、昔の言葉で言うと、ウージャーパージャー言っても生き残っていかないと話にならないんですよ。ね。自分がどれだけ正しいのか、世の中にどれだけね、嫌な目に遭わされて自分の心がへしゃげたのかってことをいくら言ったところで誰も聞いてくれないんですよ。自分がすっきりしてしまうだけで、そうではなくって、人の悩みや苦しみに耳を傾けるのはいいんですけども、自分の痛みにね、敏感になりすぎて、それを誰かに分かってもらおうとした時点で、これはですね、どん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 エネルギーがマイナスになっていって、負のエネルギーがやってくるんですよね。どっちかっていうと、でもうちょっと言うとね、その慰め合う人しか来なくなります。まあ、ですので、強く明るく楽しくをやっぱりテーマに表現していくと、強く明るく楽しいのが好きな人が寄ってきますので、とってもいい世界になるんですよね。そして、人の足を引っ張ろうとする人はどん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 居にくくなるんですよ、そこに。で、それをやっぱりね、狙うためにも、ずっとプラスのね、エネルギーを発していかなくてはなりませんよね。もうやっぱりね、誰かの足を引っ張ると、足を引っ張るのが好きな人が来ますし、お前も人のこと言えるのかよって、こういう論法が成り立っちゃうんですよね。で、私も政治系の動画作ってますけども、あくまで権力を叩いてるわけであってね、麻生財務大臣の財務大臣という職位は叩きますけども、麻生太郎さんは別に何とも思ってないって話をね、たまに挟むんですよという言い逃れをね、しながらでございます。まあ、返信を動画で下すって本当に嬉しいなと思います。今ね、156名の方がチャンネル登録してくださってますよね。156名といったら、多分 J さんの職場の人数より多いと思うんですよ。そうじゃないです。これってすごいことですよね。言ってみれば、156人のファンの方を J さんが抱えてらっしゃるんですよね。その156人の方に向けて、今日も明日も明後日もメッセージを伝え続けていっていただければ、それが200人になり、300人になり、500人、1000人と増えていくんじゃなかろうかと思います。まずはね、売上収入っていうのも大事ですけども、全体の母数を増やす、ここにエネルギーを傾けていく、そんな時期だと思いますので、頑張ってみてください。それではね、また様々なテーマで J さんの表現力が発揮できること、私も楽しみに待っております。よろしくお願いします。